こんにちは、セルと申します。今回の動画はデクランライスおすすめ育成紹介やっていきます。選手さん見ていくと185センチ、プレイスタイルが B2B、 適性がセントラル、ディフェンシブ、この2つですね。逆足の精度が普通高いと。スキルマンマーク、インターセプト、闘争心と、まあ、中盤で使うには足元系スキル、パスのスキルがないんで、ここは追加してあげたいのと、やっぱね、守備能力高い選手なんでブロッカーもつけてあげたいですね。ということでこちらがライスおすすめ育成になります。パス1、ドリブル4、瞬発5、スピード8、エアボトル4、ディフェンス9ということで、まあ、かなりバランスのいい振り方になってます。スカットに入れると、このような能力になりますね。まあ、ディフェンス能力も、ディフェンス以外は全て90乗ってくると。で、スピードも79なんですけど、テンハグ使ってる方は、スピード80乗りますね。やっぱこの守備能力で、スピード80近くあるのは、かなり優秀ですし、さらに、肘コンあって、足元もあると。なかなかに優秀なんでね、星5の星5指名契約権、切れそうな方は、獲得推奨なんですけど、まあ、ライス何度か登場しているんで、そちら持っている方は、無理に乗り換えは必要ないのかなと思います。ただやっぱり使用感的にはいい選手ですし、非常におすすめなので、ぜひね、参考にしていてください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。